すんげえ、ロックへ行けるのか。子供の時は行けなかったんだ。アルカトラズ好きとか正気か。誰よりもな。食堂で大暴動の起きた日は。どっちの。マニアメ。おい、俺はマニアメ。ロックに着いた。 CTOS サーバーは刑務所の上。これでいい。予想より多くの映像がある。時間がかかりそうだ。待つよ。すごい眺めだ。やっぱロックで警官が殺人を犯す映像をすでに 5,6 回見たわ。殺人部隊に気づかれずに脱出しないと。時間がない。11番カメラ。ついたのか。クス、あれがケストレルだな。そこでの任せ。ダメだ、奴がいる。生きたままな。奴ならリストの名前を証明できる。警官たちが来てる。計画を練るのは無理よ。なら自由行動だ。さてと、やっても無駄だ。助けてくれ。おい、出してくれ。もう大丈夫だ。頑張れよ。
しもし、聞こえてるか？聞こえてる、無事か？ありがとう。もう大丈夫だ。公にすることが礼になる。ああ、そうか。またな。か取らずには行かないからな。二度と。夢みたいな体験だったろ。逃亡したんだ、あのザ・ロックから。マジで。なあ、おい、もう十分だろ。なあ、できることなら1年くらい眠りたいところなんだ。わかるだろ。まだよ。ああ、わかったわかったって。ああ、起きるよ。しくしょ。さあどうぞ。市会議員のミランダ・コメイ氏にお越しいただき、この最新事件について状況を伺います。ありがとう、シャーリー。今回の件では社会の監視と率直な目撃証言が大きな役割を果たしてくれました。喜ばしいことに我々は現在オークランド警察の協力のもと大々的な内部調査を進めているところです。このことが信頼を回復する第一歩になることを。デジタル時代の市民たちよ、ようこそ。オークランド署は予測分析でオークランドを安全にできると考えた。だが警官への報復を避ける機能を危険な薬物の密輸や殺人のために悪用して隠れ蓑にする。腐り切ったものははびこっている。彼らは邪魔者を殺した。繰り返し、何度何度。オークランド署の公式な捜査は行われるが、真の犯人ブルームの犯罪予測アルゴリズムは罪を問われない。そのシステム的なバイアスは存在しないのか。人々を検知するフィルターがハードコード化され、悪用されてしまったと思われる。ともかく真実はソースコードを解析し確かめるしかない。レッドセックは真実を告げた。行動を起こせ。待て待て、対極的に見るんだ。いいな、みんなで息を吸おう。レッドセックは我々にとって役に立つ。息を吐いて。レッドセックは邪魔だが我々の手中にある。その考えを忘れるな。ナマステ。